はい、今回はですね、隔離生活をしている小室圭さんですけども、隔離生活をしていてもですね、たくさんの小室圭ネタがですね、どんどん出てくるので、今回もですね、小室圭さんについてお話ししていきたいと思います。今回はですね、小室佳代さんと金銭トラブルになっていました、小室佳代さんのですね、元婚約者に対して、小室圭さんがですね、直談判しに行くことが判明しましたので、お話ししていきたいと思います。今回はですね、こちらの記事ですね、独占、小室圭さん元婚約者男性と対話へ、佳代さんは心身の著しい不調、代理人の回答全文っていうのでですね、こちら女性自身の記事を読んでいきたいと思います。9月27日、3年2ヶ月ぶりに帰国した小室圭さん、10月中にも眞子さまとの婚姻届が提出されると見られているが、懸案となっていた母佳代さんの金銭トラブル解決の目処は立っているのだろうか。まあ、小室圭さんはですね、ニューヨークに行ったっきりですね、もう3年近くですね、帰ってこなかったわけですし、小室佳代さんはですね、家にもうずっと引きこもったばっかりでですね、もう出てこないですし、金銭トラブルですね、解決するわけがないんですよね。もう逃げるのが得意ですからね。はい。で、本誌はこの問題について、小室圭さんの代理人、上柴弁護士から回答を得ることができた。問題の経緯は以下の通り、佳代さんの元婚約者 X 氏が婚約期間中に援助した400万円超の返金を求めていたトラブルについて、今年4月、小室さんは約4万字の説明文書を公表、小室文書ですね。さらに X 氏に対して解決基金を支払う意向があることを明らかにした、っていうのでですね。まあ、返す気持ちがあるだけじゃダメなんですよね。実際に返さないと。まあ、やろうと思ってました、なんてですね、もう誰でも言えますからね。で、これ、まあ、言ったっきり行動に移してないっていうことはですね、嘘なわけですよね。まあ、やる気はなかった。もう返す気なかったっていうことですよね。はい。一方、X 氏はこの提案に対し、マスコミ各社に送った文書で、可能な限り早く、佳代さんにお話を伺い、最終的な判断をしようと考えております、と、交渉に応じる意向を示していた。しかし、現在まで佳代さんと X 氏の面会は実現していない。X 氏は、面会は気が進まないのであれば、電話でも手紙でもいいから、佳代さんの説明が聞きたいという趣旨の手紙を代理人記者を通じて上柴氏に送っているという、というのでですね。まあ、交渉の場にこう出てこないっていうことはですね、やっぱり返す気ないんですよね。まあ、返す気がありますっていうことだけですね、言っておいて、まあ、相手からの連絡無視ってですね、もう矛盾しすぎでしょと。もうとりあえず、ま、メディアに追われたりですとか、国民の反感を買ってしまうので、とりあえず返す気がありますっていうのだけですね、まあ、文書で言っておいて、こうやってですね、実際にお金を借りてた相手に対してはですね、無視をすると。まあ、これでほとぼりが冷めるのを待ってるんですかね。まあ、こういうところですよね。嘘つきだとか、詐欺だとか。こういうことをですね、言われても仕方ないことをですね、ずーっとし続けてますよね。はい。眞子様との結婚を前に帰国した小室さんは、金銭トラブルにどう対応するつもりなのか、本誌の取材に対して、9月30日、代理人上柴氏から以下のような回答があった。文中の母親は佳代さんのこと、元婚約者男性の名前は X 氏と表記を変えている、というのでですね。4月に解決金の提案をした後、X 氏から解決金を受け取るか否かを判断するにあたって、母親と直接会って話をしたいという要望を受けたのは事実です。X 氏としては、あくまで先に母親と会うことが大事とのことで、まあそりゃそうですよね。お金貸してた相手が無視して会わないっておかしいでしょう。まあ、母親と会わないと解決金の話には進めないというご意向でした。解決金について当事者が直接会って話を進めることは想定していませんでしたが、母親は何とか対応しようと決意して試みました。まあ、何とか対応しようという姿勢がないから無視してるんじゃないですかね。もうなんか矛盾だらけですよね。しかし、心身の著しい不調があり、残念ながら対応できていません。彼女は何とか体調を回復させてご意向に応じようと努めてきましたし、どうにか会える状態に持っていけないかと医師とも相談しました。しかし、どうにも無理だという判断になりました。まあ、職場には行けてですね、お金借りてる相手には会えないっておかしいですよね。はい。取材、追跡、誹謗中傷などが続いているところに、仕事中に大怪我を負ったことも重なった過度のストレスから、意欲や判断力の低下、対人不安などの症状が顕著となっています。
動悸等の身体症状も頻発していて、精神的に極めて不安定になっていることから、医師からは治療、療養を指示されています。なんとかご意向に応じたいと思っても、今は会えるような状態ではおよそないということなのです。そのため、X 氏と直接面会することも会うことに変えて、手紙などで考えを伝えることも難しい状況です。いや、手紙はできるでしょう。何言ってんすかね。母親がこのような状態であることから、K さんが母親に代わって、X 氏と話をすることを提案し、先日お返事をいただいたので、方法等について調整中です。母親の状態と K さんの意向については、X 氏に伝えていますので、先方も理解しています。金銭トラブルの当事者は佳代さんだが、息子の小室さんが代わって X 氏と話をし、対応する意向だという。トラブルが報じられてから3年9ヶ月、まあ、3年9ヶ月無視っておかしいですよね。眞子さまとの結婚を前に解決に向けて大きく進展する可能性がありそうだっていうのでですね。まあ、進展しないんじゃないですかね。こう、3年9ヶ月も無視し続けてですね。3年9ヶ月無視し続けて、返す気がある、返す気がある。でも会わない。無視、ずーっと無視。返す気があったら3年9ヶ月も無視しないでしょ。はい。で、ここでですね、小室圭さんがですね、まあ、出しゃばる理由も全くわかんないですよね。まあ、本来出るべきは、まあ、小室佳代さんじゃないですか。まあ、おかしなこと、本当続けてますよね。で、これですね、小室佳代さんではなく、小室圭さんがですね、元婚約者と会う理由について、こう、今言われているのがですね、まあ、会見対策じゃないかっていうふうに言われてますね。小室文書出しておいてですね、金銭問題に対して何も取り組まないで、まあ、今回会見の場に出てきた時って、まあ、金銭問題についてどうなってるんだとか、まあ、返す気あるんだろうみたいなこととか、まあ、早く返せとかって絶対に言われるじゃないですか。まあ、聞かれなくても、まあ、多分答えないといけないじゃないですか。で、今回小室圭さんが元婚約者と、こう、1秒でもですね、会話をすることができればですね、まあ、今解決に向けて小室圭さんがですね、話をしていますっていうふうにですね、言えるようになるわけですよね。これを企んでるんじゃないかっていうのをですね、今言われています。で、小室圭さんってまたすぐにアメリカにまた行っちゃうわけじゃないですか。金銭問題を起こした張本人でもなければ、日本にですね、普段いない人がですよ、元婚約者と話しに行くってですね、明らかにおかしいですよね。まだですね、小室佳代さんが騙されてお金取られたっていう、まあ、立場のケースだったらですね、息子が代わりに、こう、直談判しに行くっていうのはわかるんですけども、まあ、加害者ですからね、小室佳代さんは。被害者じゃないですからね、加害者ですからね。加害者が、いつまで経ってもですね、隠れてるって、これ、まあ、詐欺師がやることと一緒じゃないですか。返します、返しますとか、無視、お金借りて返せって言われて無視するって、これ詐欺師と一緒じゃないですか、やってることって。まあ、詐欺師がやることなんで、本当にですね、この元婚約者の X 氏ですね、まあ、気をつけていただきたいですよね。まあ、それにですね、この小室圭さんですね、盗聴するかもしれないので、まあ、ぜひですね、まあ、面会する際には気をつけていただきたいですよね。はい。皆さんはですね、今回ですね、この小室佳代さんがですね、お金400万円も借りておいてですね、一切この元婚約者、まあ、お金を借りた相手を無視しておいてですね、まあ、返す気があるっていうですね、なんか嘘をずっと言い続けていたりですとか、まあ、なんかですね、まあ、お金が借りてる本人ではなくって、なぜか、こう、息子に会いに行かせる。まあ、こういうなんかおかしな家族がいるんですけども、皆さんですね、このおかしな家族について皆さんどのようなご意見お持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄で、コメントいただけると嬉しいです。それからですね、こういったニュースですね、またどんどんやっていきたいと思っておりますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。それからですね、ツイッター、インスタグラムもやってます。こちらはですね、概要欄にアカウント載せてますので、ぜひですね、確認の上、フォローいただけると嬉しいです。はい。今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。